院の生誕祭なんですけども、ちょっと楽屋でサプライズしたいなと思います。はい、ちょっとのやつどんな反応してくれるのか、はい、ちょっと楽しみですね。はい、ということで早速ちょっとしたいと思います。はい、じゃあイノリンを呼び込みたいなと思います。イノリン、はい、ちょっとこっち来て。今あの、カメラ回してるよ、大丈夫？はい、大丈夫じゃない。いや、めちゃめちゃ可愛いじゃん。ありがとう。はい、じゃあね、あの今日はあのイノリのあの生誕祭ということで、ちょっとサプライズの動画を持ってきました。ちょっと見てくれますか？うん、え、見ない。え、流すよじゃあ。うん、うん、行くよ。ちょっと稲荷がどんな反応をするのか楽しみなんだけど。できるかな。おほほほほ、 YTV の矢野さんこと矢野瀬陽と申します。ケンジェル橋本ひだりさん、この度お誕生日おめでとうございます。イエーイ。稲荷はもうアイドル始めてすぐぐらいからもうね付き合いがあって、そこからお互い環境も変わって、うちもアイドルをやめ、稲荷はアイドル続けながらね、関西から関東に拠点を移して、今コミテンジェルとしてめちゃめちゃ活躍していると。我々はね、京都で我々っつうか京都でね、今あの同じように YouTube で活動させていただいてますし、必ず音楽はね今も続けているので、一緒に同じね音楽をやりつつ YouTube も頑張ってる、仲間としてすごく誇らしいですし、すごい基本というか追いかけてます。そんな矢野さん、うちらはまだまだ頑張ろうななんて最近思ってる自分ですが、かわいい、はい、もうぜひシンプルにかわいい飛躍する1年にしていただけたら嬉しいなと思います。本当にお誕生日おめでとうございます。いい1年にしてください。バイバーイ。はい、かわいい。はい、矢野さんはかわいい。あの、はい、ねえ、めっちゃちっちゃいんですよ。あ、そうなんだ。そう、で本当に生で見たら、わーやべーって思う。なんか声もいいし、そう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 。でコーラが好きなんですよ。あ、そうなんだ。だからコーラの服着てる。あ、本当だ。気づかなかった。そう、だから昔アナさんの誕生日にコーラあげたの。結構本当さ、長い付き合いなんだね。そう、長い。普通に2人でご飯とか行ったりとかも。そう、なんか、そう、東京になっちゃってね。やっぱ京都なんで。京都の南音なんで。ポケモン、今ポケモンやってて、ポケモン。あ、そうなの。え、そうなの。ポケモンの YouTube って。あ、そうなんだ。カード、カード。すごい。ポケモンの YouTuber さんとコラボしたりとかして。すごい。そう、すごい。本当に曲が好きで、そう、ずっとで、2015年の生誕の時に柳瀬さんの曲が流れて、えみたいなって、歌えってことかなと思ったら柳瀬さん出てくるっていうサプライズ。サプライズ。そう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 。すごい。そうなんですよ。その時から大好きな柳瀬怜央さんってこと。そう、めっちゃ嬉しい。東京でも柳瀬さんのポスター見つけたり、一緒に写真撮ったりしてたから。修学旅行柳瀬さんの T シャツ着ていたもん。すごい、大好き。そう、大好き。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、本当にお誕生日おめでとう。やば、柳瀬さんに会いに京都行こう。嬉しい、ありがとうございます。